入りください。あ、よろしくお願いします。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。いい結果なら、はいはい、こちらは大丈夫ですよ。よかった先生、うんうん、肝臓大丈夫？肝臓も特にいつもと変わらず落ち着いてますね。そうですか、うん、中村雅人医師、2007年に松本市の相沢病院にできたがん就学治療センターで化学療法の専門医として患者と向き合い続けています。収穫とか味覚が、はいはい、失礼します。ありがとうございました。失礼します。はい、先生さん、はい、ありがとうございます。問題なくじゃあそうです。ただ今話した蓄積毒性って、しびれっていうのは末梢神経障害っていうんですけど、しびれが最初ないのが回数重ねるとだん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 ひどくなっていくことがあって、でこれを信州のがん最前線は番組のスタートから10年、最先端の化学療法を扱う専門家の一人として幾度となく中村医師に取材してきました。そんな中村医師が今年1月、今年になって検診を受け、甲状腺がんと診断されました。いくつかリンパ節に転移を認めるため、来週手術の予定です。今までがんの治療を行う側でしたが、今回は受ける側ですね。日本人の2人に1人ががんを経験する今、医師もまた同じ確率でがんになる可能性があります。治療する側から治療を受ける患者の立場へ、そんな医師の半年余りに密着しました。何の症状もなかったんですけど、たまたま相沢病院でやっているペット検診っていうのがあるんですよね。それなんか知らない、受けてみようかという気になったんですよ、うん、で予約して、受けてみたところ、甲状腺にがんがあるっていうことが分かって、ペット検診を受けたのは8年ぶり。新型コロナの影響で予約に空きが出たため、病院職員に声がかかりました。たまたま受けたタイミングでがんを見つけることができました。そうですね、主な腫瘍が甲状腺に9ミリであって、リンパ節に、まあ、いくつか転移があって、それは 2. 何センチだから3センチ弱ぐらいのがいくつかあるみたいですね。あるみたいってあるんですよ。甲状腺がんの進行度ステージは他のがんと違い、患者の年齢に大きく左右されます。55歳未満の場合、ステージは1と2だけ。離れたところの臓器に転移があるかどうかで判断され、中村医師の場合はステージ1と診断されました。年齢が若ければそれだけ治る可能性が高いがんとも言えます。ただ周辺のリンパ節に転移が疑われたことから、甲状腺すべてを摘出する方針が固まりました。甲状腺とそれから周囲のリンパ節に転移があったわけですけど、それはまあ全摘しなきゃいけないだろうと。で、まあいろんな感情が錯綜しますけど、でも一番重要なことは、まあ医師では同僚っていうかね、同僚の医師であろうと、一般の患者さんであろうと、やはり一番今の段階でいいと思えることをきちんとやるっていうことが基本ですから。中村医師の手術の準備を進める一方、がん就学治療センターは化学療法科の診療体制を維持するため急遽担当を組み替えていました。新型コロナが蔓延する中でも、がん患者の数が減ることはありません。診療は待ったなしで進んでいきます。
来週の後半から復帰するつもりでは一応います。甲状腺取るとどうしても、ね、反感神経とかいじったり全身麻酔かけるので声が出づらくなるらしいので、そこがちょっと診察の時どうなるかなっていうのは心配ではあるんですけど、うん、できる限り早く復帰していかないとみんなに迷惑かけちゃうので。医者としてではなく患者として病院に入りました。午前中に入院してこの日のうちに摘出手術を受けるスケジュールです。執刀医は乳腺甲状腺外科の橋爪東子医師です。超音波を使ってがんがある場所に正確に印をつけます。もう橋爪先生にお任せですよね。信頼している先生なので。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次は手術室の方には運転手の手術室で。ごろんと横になっていただいて、はい、失礼いたします。はい、お部屋寒かったり、はい、大丈夫ですか。手術着に着替え呼ばれるのを待ちます。がんが見つかってから2週間、忙しい日常を続けてきました。特に何の症状もないんですよ、今のところ。今回は検査で検診で見つけていただいて、首ってなかなか検診で見ないじゃないですか。そうですね。そうだからタケット受けといてよかったなみたいな。本当ですね。ですよね。そう、すいません。いえいえ、全然です。化学療法の道に進む前は外科医でした。20年以上前、甲状腺がんの手術も担当したことがあります。ただ今は共に働いている仲間の顔が一段と頼もしく、患者として全てを委ねる思いで手術室に向かいました。摘出された甲状腺です。羽を広げた蝶のような形をしていて、全身の代謝に関係するホルモンを分泌しています。この小さな臓器を失ったため、中村医師はこれから一生薬で甲状腺ホルモンを補っていくことになりました。失礼します。おはようございます。どうですか。そうですね、昨日は結構痛みがありましたけど、今日は落ち着いてる感じです。手術後最初の食事です。おかゆや柔らかいおかずをゆっくり口に運びますが、飲み込みづらそうです。本当に食べられます。怖くて怖くて。声はほとんど出なくなっていましたが、予定より1日早く退院することが決まりました。
今回は全摘切って全部取ったので、あとリンパ節も覚醒でリンパ節も全部取っていただいたので、どうしても広い傷になっちゃいますね。演劇の話は大丈夫なので、多分声もちゃんと戻ると思うんですけど、一過性のものだと思います。手術後の後遺症は織り込み済みだといい、職場復帰へ強い意欲を見せました。一応来週から復帰しようと思ってるんですけど、まあ、声次第ですよね。声が出ないとちょっとね、外来とかだとお話できないとちょっと仕事にならないので、まあ、声だけですけどね、そこさえ戻ればなんですけどね。がんになったとき、できるだけ仕事を続けるようにアドバイスされることが増えました。以前は治療のために仕事を辞めてしまう人も少なくありませんでしたが、通院治療の可能性が広がり、また病気が治った後の人生のためにも仕事を続けるべきだという考え方が広がっています。中村医師もできるだけ早い職場復帰を願っていました。おはようございます。おはようございます。今日退院の日です。退院ですね。今朝くだまもんといてもらって綺麗になりました。で、今朝起きたら相変わらず声は出ません。ただ主治医は予定よりも一日早い退院を認めました。順調ってことじゃないですか。順調。これで退院してしばらくお家で静養されるんですか。そうですね。そうね。でまた仕事に復帰したいですけどね。声が出ないとちょっと仕事が難しいなっていう。この時はまだ術後1週間で仕事に復帰するつもりでいました。ただ思いとは裏腹に声の回復は簡単ではありませんでした。声だけですからね、あとは声だけ出てくるもん。ただ先生、普段患者さんを見ていらっしゃるときには焦らずゆっくり休んでくださいねっておっしゃってるんじゃないんですか。そうそう言ってるんですけどね。それは患者さんの鏡になるにはなかなか難しい。先生から怒られるね。そうですか。おはようございます。今日はこれからこれから診察ですね。診察と採血、血液検査。退院から9日後、初めての診察で病院を訪れました。久しぶりに外出るのですごいドキドキしちゃいます。先に職場に立ち寄ります。先生、あ、どうも。すいません、
島先生来てもうそのあれをあの打つとか考える方が多分先生も大変だと思うので先生いえいえあのでも先生答え声出なかったら私ちょっと、あの患者さんも心配されると思いますし、しゃべるこれすごいそれでできてるしゃべるあっ本当ですかでもそれじゃあまだ患者さんは石田先生あの、まあ、本当にもう本人は相当頑張って声を出しているつもりですすいません、ね、今日こんな感じでちょっとすごい朝から頑張ってますでも今すごい出てるねすごい今出てます今出てますか、はい、そうですか手術後の病理検査の結果が説明されました摘出した甲状腺を薄く切って組織を詳しく分析します。ここがメインの、しこりですよと言ってるところですね。はい、そこに、そうですね。はい、ここの一番メインのところなんですけども、これはですね、サイズは 0.7 センチ、7ミリでした。ただし、こういうふうに赤いのがパパパパって散ってますけれども、腺内転移っていう。赤く記されているのは、甲状腺の中で転移した小さな小さながん。黄緑色のマークは、リンパ節に転移したがん細胞で、広い範囲に及んでいたことが分かりましたちょっとびっくりはしましたけどあんだけ広がってたっていうのが逆に全部取ってよかったなっていうのと7ミリしかないがんを見つけてもらえたっていうのがすごい良かったなと思ってこれが絶対症状ないので7ミリだと声が出ないのは甲状腺のすぐ後ろにある反回神経が麻痺しているためです非常にデリケートな神経できちんと残っていても声がかすれることは時々あるといいます神経多分ダメージがあったので今出にくい状態でいらっしゃると思うんですがおそらく待てばまた回復してこいらっしゃると思います待ち時間を使って溜まっている事務仕事を片付けます声が出ないだけで診察の現場に入れない気になる患者は数えきれず気持ちばかりが焦っていましたできることは何でもやってみようと言語療法士によるリハビリを取り入れましたとにかく仕事に復帰したいその一心でした大丈夫ですため息や咳払いなどちょっとしたトレーニングがリハビリにつながるといいますという感じで日一日と声が出てきてる実感はあるんですけどこう声を出すのにすごいエネルギーをまだ使ってる状況で退院からちょうど半月が経った2月15日院内での後方支援を目的に半日勤務を始めることになりましたまだ白衣は来ません化学療法科の診察室前には中村医師休診の告知が出たままになっていました僕としてはもっと休めって言ったんです休んで大丈夫な体制を作ったんだから休めと言ったんですけど、出てくるっていうことで、ある程度その前と同じ状況じゃなくてもできることをやりたいということだと思います。だから焦っていたのかどうかはちょっと分かりませんけど、
自分の責任感の中でやりたかったんじゃないかなと思いますね。これでいけるかちょっと難しいですよね。そうなんです。もう隔週でいけるかなと思ったんですけど、隔週もちょっと無理です。声も少しずつ出るようになり順調かと思われた矢先、中村医師から緊急受診の知らせが入りました。原因はカルシウム。手術の時に一旦切除した副甲状腺の機能を補うためカルシウム製剤を飲んでいましたが、バランスが悪くなっていたようです。点滴をして回復し、3日後から本格的に職場復帰することになりました。はい、ありがとうございます。おかげさまで、一本注射少なくしていただいたおかげでね、皮膚の末梢神経の方がだいぶ良くなりました。良くなってきました。よかった。とても今楽で、はい、食欲も大丈夫です。おかげさまで食欲もそのまま続いてます。良かったです。ありがとうございます。中村医師が担当する患者も複雑な思いで事態を受け止めていました。びっくりしました。その上すごくショックです、でも、同じ立場でまた私を見てもらえるならまたぜひお願いしたいと思ってますけれど、こんなこと言っていいか悪いかちょっとよくわからないと心強いね。なんか一緒にこう治療していくって感じで、この日から仕事とがんの治療の両立が始まりました。医者である自分と患者である自分、診察の仕事の合間に白衣のまま主治医の診察を受けに行くこともあります。声はだいぶ出るようになりましたけれども、夕方はダメですね。一定のところで喋ると終了、そうですね、再現ところになります。だんだんとは伸びてきますけど、そうですね、でもだいぶ落ち着いてますね。腫れはね、半年くらいは最低続きます。そうですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。新型コロナの猛威と戦っている医療現場、その中でもがんの診療はこれまで通り続いています。これまで通り患者を受け入れるためにそれぞれの病院が努力しているのです。下は4線に入れて、はい、1.8、はい、相沢病院でもスタッフのワクチン接種が始まりました。週末の休診日を利用しておよそ1800人に接種をします。予防して今しびれないですか？大丈夫です。ないで、はい、ありがとうございます。甲状腺がんの摘出手術から2ヶ月足らず、治
治療真っただ中でもワクチン接種に迷いはありませんでした。これでしっかりと感染予防して仕事をしっかりと、ね、患者さんに移さないようにできるといいなと思います。しばらく休んでいた病院の外での活動も再開しました。日々の診療とは別に学会への論文提出や医療関係者との情報交換を積極的にしています。医者という職業なのでいい医療をしたいじゃないですかね。でやっぱり最新のことを知ってないと今使えるのに薬が自分が不勉強で使ってあげれないとか言うと本当に申し訳ないので、この国でがんで苦しむ人が一人でも減ればいいなっていう思いはずっとあって。一方、甲状腺がんの治療は次の段階に移っていました。放射性溶度内容療法と呼ばれる特殊な治療で、相沢病院では対応できないため信州大学附属病院で治療します。手術後もわずかに残る甲状腺の組織を破壊し、再発のリスクをなくすための放射線治療です。この治療では放射線が出るように細工された特殊な溶度をですね、詰め込んだカプセルを、いわゆるお薬を飲む容量でですね、患者さんに飲んでいただきます。とはいってもこれは普通のお薬ではありませんので、特殊な場所で専門の医師がですね、このカプセルをピンセットでつまんで患者さんのお口に入れさせていただくと。甲状腺や甲状腺がんの細胞は溶度を取り込む性質を持っています。取り込まれた溶度から出る放射線で細胞を破壊し再発を防ぎます。例えばそのがんがあちこちに広がっているような場合もですね、この放射性溶度を飲み込んだ場合はですね、それぞれ の甲状腺がん細胞がその放射性溶度を取り込んでくれますので、そういった体のあちこちにがんが広がっている場合でもですね、治療が可能になります。6日後、放射性溶度がどこに取り込まれたかを画像診断します。甲状腺があった喉のあたりに集まって光っているのが分かります。場所は狙い通りで、この位置で残りの細胞を破壊します。さらに治療効果を見るために半年から1年後に同じ放射性溶度を飲むことになりました。この次の検査では飲んでも集まらなくなっていれば消えているだろうという証拠証明になるわけですね。1月の終わりから続いてきた治療は一段落し、しばらくは経過観察になりました。まだまだこれからかなと思ってはいます。やっぱりがん治療って長いもんだと思いますし、それこそ再発への不安というか心配というか、それともこれから付き合っていかなきゃいけないと思いますし、ゴールデンウィーク、今年は思いのほか長い休みが取れました。東京の大学に籍を置く一人娘の舞さんと親子の時間を過ごします。父がそのがんの先生なので、そんなに本人が一番分かってるだろうなっていう感じで、そんなにすごい不安になることはなかったんですけど、でも後からいろいろその治療の状況とかも聞いて、なんかすごい大変だったんだなと思いました。今までならゴールデンウィークとかもずっと病院行ってたりとか、あるいは往診に行ってたりとかいろいろしてたんですけど、今ちょっとこういう状況で皆さんが助けてくれて、本当このゴールデンウィークは朝から晩までずっと家にいます。こんなにゆっくりしたことないよね。こんなにゆっくり一緒に過ごしたことないっていうぐらい一緒に過ごせてるよね。
もうちょっといい両立の仕方を考えなきゃなとは思いましたね。今まではもう全力疾走でしたけど、ちょっと、家族のことももっとしっかり考えていかなきゃと思ったり、しましたね。がんを経験した医師は他にもいます。佐久市で日々がん患者と向き合ってきた医師は2度別の種類のがんにかかりました。はい、はい、どうぞ。はい、こんにちは。今日お疲れ様です。おととい検査ね、お疲れ様でした。医師の名は宮田義則さん。佐久医療センターの副院長であり、がん診療センター長を任されている化学療法の専門家です。2002年に腎臓のがんを、2006年には鼻の奥にできる悪性リンパ腫を経験しました。でちょっと変わった病気だったんで、これはちょっとここの柵では多分経験ないはずだから治療したことないんじゃないかと思って、それでがんセンターの試合の先生に、そこでああいう話になってなかったら多分生きてないですね今ね。絶対生きてないですね。最初のがんは40歳の時、職場の人間ドックで見つかりました。全くそれは無症状で、超音波の検査がえらい長い時間やってるなと思って、終わったら結果は誰か他の人に聞いてくださいみたいに言われて、何があったのかなと思ったら、腎臓がんが見つかったっていう。まさかっていうのは思わなかった。そういうこともあるよなっていうのは思いましたね。ただちょっと早いよなって年齢的にっていうのはありましたね、1回目の時はね。早期発見で摘出手術を受けましたが、4年後今度は NKT 細胞リンパ腫という珍しいがんが宮田医師を襲いました。その時はもうずっと9月の上旬ぐらいから鼻づまり、頭痛、発熱っていう症状があってなかなか取れなかったんですね。でそれで耳鼻科に行って、何回か耳鼻科に行って、最終的には組織を取って検査をしましょうということになって、その組織を取る検査で、悪性リンパ腫っていう病気が判明したっていう、かなり稀な組織系のリンパ腫で、日本全国でも1年間に100人とか200人ぐらいしかならないような病気なので。がん治療専門の国立がん研究センターに3ヶ月ほど入院し、放射線治療と化学療法を受けました。ひどい口内炎と吐き気、味覚障害が続き、食べ物は喉を通らなくなりました。NKT セル T 細胞性リンパ腫っていう病気は、その当時の治療のデータっていうのはかなり悪くて、5年生存率っていうと本当に 10% とかそのぐらいの病気でしたから、そういう意味で手ごわいぞって、これは本当に治るのかな、生きて退院できるのかなっていう思いはありました。だいぶありましたねその時はね。体重もすごく減って、もともと73キロとか74キロあったんですけど、それが59とか58だから14、5キロ減ったんですよね。ほとんど筋肉なくなって。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。体調的にはあんまり変わりありませんでした？はい、割といい。大丈夫？これはもうずっと前から。それから15年、特に再発はなく、日々がん患者と向き合っています。自分の経験を患者に伝えることはほとんどありませんが、痛みや苦しみ、さまざまな思いはよくわかります。今年になってからは
ああ、それを聞いてなんとなく分かるような気がします。違うんですよ、本当に。ちょっと他の先生とはね、私はたまたまだけど、今先生が主治医みたいな感じでやってくれてるんで、非常にね、心強く思ってます。経験してきたことのない人は分かんないじゃないですか、その痛みとか苦しみ分かんないから、そう経験していれば多少なりでも。化学療法を担当する腫瘍内科の医師は宮田医師を含めて4人体制です。それぞれの患者の経過や治療方法は看護師や薬剤師などを含む定期的な検討会議で共有しています。宮田医師のがんの経験はスタッフの間で生かされているでしょうか。あ、めちゃくちゃ生かされてると思いますよ。やっぱりすごく優しいですし、例えば抗がん剤の副作用で吐き気とかってあるんですよね。で、吐き気って確かに辛いことで、副作用の対策としては結構しっかりガイドラインとかもあるんですよね。でも僕は、そこまでしなくていいんじゃないかと思っても、宮田先生やっぱきちっとそこは副作用対策としてした方がいいってでちゃんとされてるんですよね。僕は宮田先生の臨床を、すぐ近くで見れてて勉強になってていいんですけど、他の人ももっとこんないい経験ができたら本当はいいなと思うんですけど、はい、そういう先生だと思います。宮田先生、お誕生日おめでとうございます。この日、宮田医師は60歳の誕生日を迎えました。感染対策で会食ができない中、スタッフ心尽くしの持ち帰りケーキが配られます。こうして和やかに還暦を迎えられるのも、十数年前病気で苦しんだ自分を見守り支えてくれた仲間がいたからだと振り返ります。いろいろ患者さんの状況を聞くと、そういう病気になったらもう逆にね、職場からもう冷たくされたりっていう方もいらっしゃって、本当にそれいう状況って聞くと残念だなと思うし、そうですね、それがうちの病院では、病院っていうところ職場だからかもしれませんけど、それがなかったので非常にありがたかったですね。7月の終わり、中村医師と宮田医師の対談の機会を設けました。同じ分野で積極的に発信を続ける2人は、医者の立場では長い付き合いだといいます。相沢病院は化学療法科、佐久医療センターは腫瘍内科ですが、共にがんの薬物治療を扱う同じ分野です。お二人ともがんの専門医としてこれまでお仕事をなさってきたということなんですけれども、がんは専門に行ったのはご自身のご希望ですよね。いわゆる今でいう標準治療とかそういうのが全くこうない、何もない状態だったですね。だからむしろ何もないっていうのがこうやりがいがあるっていうか、ここはちゃんとやっていかないといけない分野だなってすごく思ったんですよね。当時相沢病院にはその抗がん剤の専門家がいなかったという状況で、で新しくその化学療法がん就学治療センターを立ち上げるという状況がありまして、で外科医は何人かいたんですけども、抗がん剤専門にやる人間というのはいなかったので、その時には自分からやりますと言ったのかやれと言われたのかちょっと覚えてないんですけども、じゃあやりますという感じで始めたということで。中村先生はがんにその罹患される前と今とではがんとの向き合い方っていうのは変わりましたか？がんとの向き合い方は正直あんまり変わってないです。ただ患者さんとの向き合い方っていうのが、治療が全然全てじゃないし、あなたの人生が一番大事だから、その中で選んでねって、もうそれは心から言えるようになりましたね。
共にがん治療を専門にする中村医師と宮田医師、窮地の中ですが、お互いの病気の話をするのは初めてです。ちょっとだけいいことは多分、うん、副作用、はいはいはい、とか実感するの で、 あ、そうですね、まあ、それは患者さんが言ってることがすごく、うん、よく分かるというか、例えば放射線やって、はい、辛かったらその放射線の副作用がどんなものかっていうのが自分で患者さんにが訴えてることのなんていうかな、それが分かりますよね。そうです、自分で経験しますそうそうそう、それはだからすごく今までとは多分違 う、 そうです、ね、とこかなと思いますね。患者さんにもそういった話ってされるんですか、自分も罹患してとかって。めったにしないですけど、本当に悩んでていろいろ僕の話をした方がいいかなって思う時にはすることがありますけど、それはめったにしないです。僕はしない。先生します？いや、僕はしないですけどあのこの2月3月はもうちょっと声が出なかったりとかして、あの外来休ませていただいてたんですよね。でそこであの久しぶりに会った先生に、先生いなかったじゃんとか言われて、いやちょっとがんで手術しててとかいう話はしましたけども、あんまりあえて患者さんが何か考えるとき決めるときとかに自分の経験を話したりとかはあまりしないかなと思います、うん、よく患者さんから、うん、時々先生ならどうしますか、うん、とかって、そうそう、ありますね、迷ってる患者さんから聞かれることありますよね、うんうんうん、先生もね、ありますね。あんまりそこで自分が、うん、そういうときって自分ならこうしますって言います？先生、あ、言わないです。言わないでしょ、うん、僕も言わないですね、うん、だからあんまりそれでこうこっちから誘導するようなことはしたくないな、うん、あくまでやっぱりその患者さんの人生ですし、あの僕がこうだから一緒にすることもないですし、逆にミスリードというか、そうですね、やっぱり、うん、あの奥富田先生はすごく療法医者だし、療法化学療法専門医だし、療法がんになりましたし、すごくバックグラウンドは似てますけども、うん、じゃあがんの捉え方って絶対違いますし、自分の人生に対する捉え方も絶対違いますし、じゃあ家族背景も将来に考えてることも全然違うので、 そうなんですね、やっぱその人のとってのやっぱり人生、うん、その人にとっての価値観って大事だと思うんですよね。あのお二人はご自身の体っていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか？やっぱり医師だとこういろんなことが分かってしまってとかっていうのがあるのかなとかっていうのは思うんですか？あのいや、それはもうなるときはなるだろうなと思っています。あの甲状腺がんっていうのは比較的あの予防がいいというふうに言われているんですけど、それでもなるときはなるでしょうし、なったらそのときはそのときで考えていくと。そうですね、もちろん再発が心配じゃないっていうことはなくて、うん、まあ、考えれば心配なんですよね。だけどがんのことばっかり考えてると、再発のことばっかり考えてると、それだけで精神的に参っちゃうと思うんですよね。で患者さんでもやっぱり時々そういう方いらっしゃいますよね。すごく心配されてて、もう心配で心配でもうずっと心配してる患者さんってやっぱりいらっしゃるんですけど、それってすごく疲れちゃうから、まあできるだけそうしない方がいいよっていう、そういう話を僕は患者さんにするんですけど、まあ多分まあ、仕事をしているときは仕事のことに集中して、うちにいるときはうちの家庭のことに、プライベートなことに集中してっていうしてた方が、まあ自分人生的にはその方がハッピーじゃないですかね。もちろんそれはね、今も変わらず患者さんへの気持ち、医療への気持ち、がんを撲滅していきたい、なんなら僕らクビになりたいと思ってますから、がんの人がいなくなれば僕はクビですからそうなれば僕の夢が叶うなと思ってるんですけど、その気持ちはあるんですけど、自分の人生っていうのをもうちょっと考えなきゃなっていう、休日のうちにいたりとか、まあ、ちょっとコロナでねあちこち行くこともできないのでできるんですけど、もっともっと今までは患者さんのためにとか医療のためにっていうことを言えたらば、家族は何も言えないので、それ言われちゃうと、あそうですか、もう頑張ってくださいとしか絶対言えないですよね。まあ、そのまあお題目というどこにちょっと自分も甘えてたというか、その中で自分もすごいフル回転してたんですけど、ちょっと冷静になって、まあ年齢もありますし、まあ、どうこれからどう生きていこうかなっていうのは考えると。
こではありますね。多分僕らが健康っていうか、うんうんうん、なんていうかね、疲れ切ってるとダメですよね、うん、きっとそうですよ ね、ちゃんとした診療ができないですよね。だから医療者はやっぱりまあ病気になることはあるんですけど、基本気持ちの上で健康でいないといけないんだろうなって、ね、心も含めたね、うん、知識も治療経験もある専門の医者でさえがんになることは避けられません。がんに負けずに生きていくための方法はできるだけ早く見つけて治療を始めること。がん検診はその第一歩です。